回数を多く続ける筋トレを日頃から週に2回ぐらいですね、ジムに行って行っております。なるほど、走るのとこ同じような動きをさらにちょっとオーバーにというか、そうですね、さらにこう深くだったり高く、はい、っていうことで、まあ、そうすることによって走りに余裕が出ますので、まあ、故障もしやすくなりますし、きつくなったところで体を無理やり動かせるようになりますので、はい、そういうところを、ね、気をつけております。やっぱりでも 42.195 キロあったら相当辛いなと思うポイントってあるんでしょうね。まあ、でもあのフルマラソンってあの基本余裕を持ったペースで走りますので、はい、呼吸が上がってしまうとあのエネルギー使えないので、基本呼吸が上がらないので結構前半は気持ちいいんですよ。後半はあの少しずつきつくなってくるんですけど、そのきつさを上回って沿道のお客さんの応援がありますので、はい、そんなにきつくないですね。はい、やっぱり応援の力って大きいんですか？応援の力はね、もう大きすぎますね。はい、もうそれがなかったらフルマラソン走れません。はい、だから、ね、明日はね、沿道の応援がね、どんなのかなっていうのがちょっとね、楽しみなんですよ。そう、結構暖かいですよ、神戸の。本当ですか？はい、応援は。去年とかも見られてますか？あの、見ました。見ただけ見ました。走りません。走ってないですね。走ってないですけど。走ってないですね。はい、そうです。その応援がどういうのかなっていうのがものすごい気になっておりまして、まあ、全国各地走っていると応援の仕方っていうのがその地方地方で違うんですよ。まあ、東京マラソンでしたら頑張ってね、うふふみたいなね、こう結構ね丁寧な感じなんですよ。で、大阪マラソン、はい、あんた頑張りや、しばくでこういう感じ、しばかれちゃう、はい、しばかれちゃう、ちょっと雑な感じ、だいぶ差ありますね。そうなんです。で、神戸、はい、どういうのかなってものすごい気になっておりまして、しまあ、東京と自分のイメージでは大阪の間なので、はい、頑張りなさい、しばきますよぐらいなその間ぐらいかなと思っておりますので、なんか品がいいのかどうかちょっと分かりませんけどね、はい、自分のイメージですよ、イメージね。だからそこね、明日確認したいと思っております。ゆうすけさん、今日ね、この、まあ、明日もこのピンクの入れ立ちなんですけども、はい、まあ、沿道の応援は黄色一色のはずです。そうですよね、はい、ひまわりの花咲くということで、はい、まあ、皆さん参加される方は手袋を配られてるんですよね。そう、皆さんこれご存知ですかね、はい、あの感謝と友情というのがこの神戸マラソンのテーマなんですけども、感謝と友情のひまわりを咲かせようということで、はいはい、去年はですね、ちょうどその神戸市役所前のスタート地点で、うん、走る人に、はい、あの黄色の手袋をお配りして、はい、でバーッとそれを手を空に掲げることで、ね、ひまわりの花をイメージした、そういったこう波を作ったんですね、はい、でそれが今年は応援の方にもどうもなんか手袋が配られたり、あとは沿道の方にはいろんな黄色いグッズを作って、はい、ぜひ参加してください。この、ね、会場の中でもね、はい、具体的にあのグッズの作り方こんなのがありますよっていうブースもありますので、それを参考にしてぜひ黄色に染めていただきたいと思います。はい、まあ、手袋ね、あの、はい、1人2つありますから。あ、そうだ、明日2万人ですよね、はい、だからスタート地点は4万個の花が咲くということ で、はい、でぜひね、あのスタートからゴールまで手袋をつけていただいて、うん、まあ、暑くなったらね、取っていただいて構いませんので、まあ、ただね、なるべく手袋をつけていただいて、はい、スタートからゴールまでの 42.195 キロを黄色一色で染めれたらな、ね、楽しいなと思っております。そうですね、はい、やっぱりそういう応援からも力をもらって走りきると、はい、ただですね、はい、あの頑張りゆうすけさん、はい、めちゃめちゃ速いんですよ、実は。そうなんです、そうなんです。喋るのはね、こんな感じなんですけど走るのね、少しだけ、はい、あの速いです。これまでのベストタイムは、はい、2時間25分で走ります。どうですか、2時間、今ちょっとどよめきが起きました。ありがとうございます。ね、はい、市民マラソンでしたら、はい、例えば4時間とかね、あと5時間何分で走り切りました、はい、頑張りましたっていう方多いですけど、はい、2時間っていうと大きな大会でね、はい、記録として聞くタイムですよね、2時間台っていうのは、ね、そうですね、まあ、世界でいうと、はい、あの女性のトップランナーの方と一緒ぐらいのタイムになっております。でトップランナーってさっきあの有森裕子さんとお会いになって、そうですね、あのような方々と、はい、まあ、男性ですけど、同じようなタイムで走らせていただいております。まあ、でも学生の頃からね、そうですね、一応あの東洋大学出身でして、はい、あの箱根駅伝のメンバーにも
入っておりまして、ただ当日は補欠なので走っておりませんまだね、はい、そうでございましたか。3日前にあの監督にチェンジやって言われて、はい、そんなことあるんですか。あります。3日前に最後の練習をして、うん、その調子を見て監督が最後に決めるので、はいはい、その最後の選択で自分じゃない方を選択しましたね、監督は。そうです、はい、その時に、はい、まあ、よく言う心が折れてもうやめようと思ったとか、はい、そういうことはなかったんですか。もちろん真ん中に行きました。そうですね、あの、うん、まあ、普通だったらこう外されてショックを受けると思うんですけど、はい、まあ、4年間やってきて、うん、まあ、いい気持ちで終わりたいということで、まあ、監督も人間ですので4年生最後の選手を使いたいという気持ちはあったと思います。そうですよね。なので、その猪瀬を気持ちよく猪瀬だと言わせられなかった、うん、ご本名猪瀬さんです、はい、あ、そうですね、すいません頑張れゆうすけで行こうって言わせられなかった自分がね、あの一番悪いので、ね、もう少し頑張ってね監督を気持ちよくさせられたなと思って、そっちの気持ちの方が大きいですね。すごい、はい、謙虚ですね。なんかほらスポーツによってはやっぱり、はい、ものストイックにというか、まあ、なんなら、はい、人を蹴散らしてでもっていうスポーツってそのスポーツの質としてあると思うんですけど、はい、マラソンってどうなんですかね。まあ、マラソンもねそういう気持ちが必要だと思います。ただあのその気持ちがなかったので最後で外されました、はい、そこのね爪が甘いとよく言われるので、はい、でもね、はい、今のマラソンを、まあ、それこそ年間フルマラソン含めて35レース、はいはい、まあ、走られて。そうですね、ただその箱根駅伝に出れなかったから、うん、今でも走り続けていると思いますので、そこでね箱根走ってしまったら、うん、もうそこであの満足して今は多分もうこうね太っていた可能性もねあると思いますので、そういう意味では外していただいた監督に感謝ですね。ありがとうございます。どこに前向きな考え方がね、はい、すごく大事なんだろうなって今思いました。ありがとうございます。きっとそれはスタートしてからマラソンを走り切る、はい、フィニッシュするまでの間の考え方としても、はい、そういう風に捉えていくこと大事なんでしょうね。そうですね、あの、まあ、走るのは基本、まあ、苦しくなってきますので、まあ、ただあの苦しくなるのはあの自然の流れなので、はい、そこでどうやって気持ちを盛り上げていくかというのがやっぱり必要になりますので、まあ、ただあのフルマラソンを走ってる間にはあのたくさんの嬉しいことが数々隠れておりますので、はい、その嬉しいことを自分なりに探していって、で自分の中で気持ちを盛り上げていくというのが一番重要かなと思っております。それは、まあ、さっきおっしゃってた沿道の応援というのもあると思いますし、はいはい、他にはどういったところですか。まあ、そうです、あの沿道の応援とかでしたら応援されたら頑張るぞ、これはもう自然の流れですよね。でもあの例えば給水があって綺麗なお水があったら、この綺麗なお水を飲めるというのは嬉しいことだなとか、はい、美味しい給食を食べれるのは嬉しいことだなとか、で自分の体が思ったように動く、これも嬉しいことだな、おしゃれなウェアを着れる、あ、これも嬉しいことだなとっていう形でですね、いろいろ考えるともうそこら中に嬉しいことが隠れておりますので、ぜひその嬉しいことを自分で開けていただいて、 42.195km の中でなるべく多く開けていただいて走ってほしいなと思っております。それをこう積み重ねていくうちにフィニッシュが見えてくるわけですね、はい、同じ時間過ごすのであれば、嬉しいと思った回数が多い時間の方が幸せな時間だと思いますので、ぜひね、人生の中で神戸マラソンという日を素敵な素敵な人生の1ページにしていただいて、頑張れゆうすけを見たっていうのもね、あの人生の小さな素敵な素敵な1ページのこの隅っこの方の一文字でいいので、あのね、残して帰っていっていただけたらなと思っております。はい、まあ、それは応援の人も一緒ですよね、きっとね。そうですね、応援の人も、はい、応援を楽しんでいただいて、まあ、フルマラソン走ってる人一人一人にあの違うドラマがあると思いますので、はい、まあ、家族のために走っている方とか何か病気をされて、はい、それを乗り越えてそれで挑戦されている方もいらっしゃると思いますので、まあ、その方々が苦しくなったところでこう応援をしていただくと、はい、その応援というものが心の中に残りますので、ぜひランナー一人一人の人生のね、こう言葉に残れるような応援を何か考えてしていただけたらなと思っております。はい、はい。